勝ちは十分に狙える3番人気17番サイレンススズ。3番人気ではありますが逆転を狙える能力を持っていますよ。2番人気は1番テイエヌオペラオ、4番マヤノトップ、4番人気。いい感じに気合が乗っていますね。1番人気5番エアグルー、これ以上ない仕上がりですね。8番人気8番ゴールドシル、ちょっと厳しいメンバーですが健闘を期待したいですね。9番メジロライアン、5番人気です。ライバルたちは強力ですが競争を期待したいですね。この子の鋭い差し足が炸裂するか期待しましょう。7番人気16番メジロマックイーン、ちょっと厳しいメンバーですが健闘を期待したいですね。勝ちは十分に狙える3番人気17番サイレンススズカ。3番人気ではありますが駆け抜けます。票に託されたファンの夢、思いを力に変えて走るグランプリ宝塚記念。このレース最も人気を集めているのはエアグルーヴ、1番人気です。実力は負けていません。2番人気テイエムオペラオー、サイレンス鈴鹿3番人気です。実力は間違いなく上位です。火花散らすデッドヒートに期待しましょう。ゲートイン完了、出走の準備が整いました。さあゲートが開いた。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。先行争いはマヤノトップがサイレンス鈴鹿、7番期待通りの結果を出せるか。1番人気エアグルーヴ、先頭はサイレンス鈴鹿、単身で飛ばしていきます。続きましたマヤノトップガン、マヤノトップガンとサイレンス鈴鹿序盤からやり合っています。ハイペースで流れる展開もありえますね。サイレンス鈴鹿快調に飛ばしていきます。さあ花に立ったのはサイレンス鈴鹿、このままリードすることができるか。第1コーナー回って第2コーナー、前から大きく開きました。間延びした展開です。後方の馬娘が差し返せるのか気になる開きです。依然としてサイレンス鈴鹿、続いてマヤノトップが2馬身離れて7番速を回ります。メジロマックイーン、エアグルー続いている。少し離れて13番、少し後ろから6番、向こう上面に入って先頭からしんがりまでおよそ15馬身。順位を振り返っていきます。現在1番手はサイレンス鈴鹿、マヤノトップが続いている。7番3番手、4馬身離れてエアグルー、メジロマックイーン続いている。そしてその外18番内を回ります。13番その外並んで15番、すぐに続いて6番、2馬身離れて11番、1馬身離れてメジロライアン、エイシングフラッシュ内から行く。その内並んで10番、あとは2番ゴールドシップ追走。そして内目をつきましては14番後方2番手にテイエムオペラを最後方、3番第4コーナーカーブ、勝負どころ、最後の直線へとかけていきます。先頭は見合ったまま、このまま直線での争いになるのか。サイレンス鈴鹿花を進む、まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。さあこれから坂、二川の舞台はこれから坂。やっと見えた、これが私だけの。サイレンス鈴鹿先頭はサイレンス鈴鹿、これは強い。サイレンス鈴鹿速い速い、もはや独走状態。残り200、サイレンス鈴鹿突き放す。サイレンス鈴鹿逃げる、リードを取れていく。サイレンス鈴鹿強さを見せつけて、サイレンス鈴鹿ゴールイン。圧巻の走りでレースを制した。お見事、宝塚の主役を勝ち取ったのはサイレンス鈴鹿、夢を叶えた。2着はメジロライアン。これが私だけの景色。